めちゃくちゃ、でも冷静に考えてみるとすごくあのアクセスよく作ってありますね。あれでもうそのまま待ち時間なしで岡山の方に抜けることも、切符ねちゃんと買ってあればもうあのまま乗り換え口からねストンと行けるよっていう形やったんで。でもあれですね、新幹線専用の乗り口がないんですね、相生駅は。それはそれでかなり独特な作りなんで面白いですけどね。でラムーンがあって、こんな感じなんですね。カメラを円形用に変えようかな。もう円形用になってたんだ。で前がいろいろあって、まあ駅前散歩で一本作れるくらいちょっと回ろうか。こんな新幹線のところで最大500円いや安いですよね。あとあれだ、新見行きねと調べとかなあかんのね。さてとちらっと見てると、まあ、新見行きでもう岡山まで直接行けるんですね。あ岡山まで乗り換えなしで行けるんだったらありか。もう結局着いたら6時過ぎ7時前ですもんね。そんな時間から結局その宇野に行かないといけないんですけど、宇野夜行ってもなーって感じあるもんな。どうせ夜になるんだったらありっちゃありかな。何せ今回ボンビー旅ですからね。まあ本当はボンビーの味方ならこのねラムーとかうのはね必需品ではありますけどね。安いですからねラム。でこっちの方行くと多分土地としてはあれですよね。多分ストーンと抜けていくと、港があってっていうところなんですけど、ちょっと港までは距離があるのかな。この感じちょっと行って戻ってくる時間はなさそうかなっていうことですね。よし、まあ、列車の通過は多いですね、うん。自撮りループを何も持ってないですから、まあ揺れますね。やっぱこれはハンディカムとの大きな違いですよね。むしろあって、あいよいよ深いね。ああ、ボーリング屋さん。これあれなんですかね、そのヒートアップしやすい原因になってるのがカバーですね。これスマホね、カバーつけてあるんですけど、スマホのカバーが結局熱を逃がさないんで、それでどうも止まりやすくなってる原因にもなってるそうですね。ふらっと港方面まで見に行っちゃう。あかんかったら、あかんかった新幹線乗ろうか。新
機ってすごいな、平成に考えてみたらそういうことか。岡山からそのまま、あれ万端線なんだっけ、万端線じゃねえよな、万端線はあそこから出といてよ。港に近いのかな。案外ここは警察署ね。なんかタイルの模様がおもろいですね。兵庫県警、愛媛警察署。駅から近いですね、警察署まで。あの典型的な港町スタイル、あの熊野とかあの辺り、なんか極端なね、尾鷲とかがそうですけど、結構ここも言うてすぐに中国山地ですから、山から海までの土地が限られてるんで、そこにギュッと集まった感じですね。あ、これは幼稚園があるんだ。なるほどね。で、その先港なのもう。幼稚園なんて反対側の方を映し気味で行きますけど。15分。あれ、あと10分で戻ったかな、かな、かな。案外ギリギリやね。また、いつものごとく地図見てねえすからね。よいしょ。どうぞ、立つのとかやってますもんね。あいろいわ。阿公の方、阿保市とかあっちの方は、車でね、前を通ったことがあって、あ、でも山陽網走とかあっちの方だった気がするな。駅として多分写真撮ってたと思うんだけどな。はい、よいわ。国道2号線で、ストーンって、あれ、あいおい通ってましたっけ？国道2号線。国道2号線でずーっと帰って、行き来したことがあるんで、その時に通ってるかなと思うんだけど。あれね、あいおい生命じゃないですね、第一生命なんですね、あいおいだけど。で、港まではちょっと距離あるのか。ゆっと止まってて、まあ、スキヤもあって、よし、あれかな、港まではちょっとあるね、ちょっとありそうなんで、まあ折り返してきましょうか。ぐるっと回る感じ。ここが愛媛郵便局もあって、って感じなんですね。で、もうちょっと奥まで行くといろいろとまたあるのかなって感じです。ちょっと行っとるやね。まあ戻ってきましょう。